ていうかな、音。ありがとう、おめでとう、ありがとう。あとね、デビューも2周年となりました。早かったな。なんかね、まだ1周年の気持ちなんです、本当は。私2周年も迎えたんだ、みたいな。2年もやってたんだって思った。大変だったな、マジで。1年目も怒涛だった。なんか、すっごい亀スピードだったんだよね。動画を出す頻度とか増やしていかないといけないなとか、だってみたを出す頻度とか増やしていかない、いかないといけないなとか、いろいろあったんだけど、ただ、スイちゃんは、ケチだし、まあ、ただの学生だから、お金もないし、だからね、なんかもう、月1とか週1とかで、歌ってみたら出すのも大変だったし、動画をね、週1で出すとかもね、もうね、他の YouTuber さんマジですげえなって思うんだけど、ネタ考えんのも、編集すんのも大変すぎて、これ一人はちょっと大変だ、もう無理だわと思って、すっごい悩みに悩みまくったんですよね、1年目は。でも、このまま続けてて何か実るんだろうかみたいな、って気持ちもあった。だからもう、どっかのタイミングですっぱりやめちゃってもいいかなとか、転休出して、何ヶ月かしたら、もう、やめようって思ってたから、だからね、そんなタイミングで、プロライブさんに拾ってもろて、2年目も怒涛だったね、ほんとに。ライブに出させて、もらう機会ができちゃったり、でまあいろいろあって、なんかいろいろうまくいかなくなっちゃって、オリジナルソング出せる予定だったけど出せなくなっちゃったりとか、まあいろいろとその会社の方針とかもあって移籍になっちゃったりとか、うわー、2年目もね怒涛だった。こういう記念の場で言わない方がいいのかもしれないんだけど、何回もね、もうやめようかなーとも思った。毎日思ってたかも。一週間に一回は必ず思ってたかも。そろそろやめるか、とか。せっかく拾ってもろたけど、なんかでも、やめるか、とか、安定しないしな、とか、ホロライブに移籍させていただいてから、露出の機会も増え、なんかこう、ぐんぐん伸びる機会も、なんだか、あっという間に、18万人が目前となっておりますけれども、びっくりだよ。18万人でしょ？今年入った時さ、今年始まった時7万人じゃなかった？ 3 ヶ月で10万人増えてるんですよ。怖いよ。でもね、いつも思うんですけど、本当に、スイちゃんだけの力ではなく、ホロライブさんの力でございます。うん。すごいみんないろいろ褒めてくれるんだけど、CD ライブすごかったとか、歌上手だねとか、ダンス上手だねーとかすごいみんな褒めてくれるんだけど、まあもちろん頑張ったって気持ちはあるんだけど、楽しいから楽しいと思うことをやったという、本当にそれだけなんですよね。それがこうやっていろんな人の目に留まって、なんかいい感じの作用が語彙がないんですけど、 MC 大丈夫ですかねこれ。いい感じの作用が働いたのではないかと思っているんですよ。私は楽しいことしかやってないから、もちろん大変だったこともあるけど、マジで頑張ってくださってたのはホロライブの運営さんです。本当に OK、 作りたい、ミックスしてほしい、告知画像作って、オリジナルソング出したいとか、 MV 22日に公開したいとか、ふとした時にみんなが、実はこいつって大したことねえなって気づいたらどうしようみたいな。気づいたらどうしようって、はっと我に変えられたらどうしようってちょっとね、いつも思うんですよ。大したことあるからこそ、ありがとう、本当に。みんなにマジで甘やかされています。マジで甘やかされてます。ので、期待に応えられるよう、頑張ります。これからも。スイちゃん、すごい楽しかった、昨日のライブ。みんな見に来てくれてありがとう。スパチャとか、メンバーとか、
たくさんありがとう。みんながしーちゃんに飽きない限りは、てか飽きさせないように頑張りたいと思ってます。みんな飽きさせないようにこれからも精進してまいりたいと思っておりますので、ぜひとも今後とも3年目もよろしくお願いいたします。ペコリンチョ応援する、ありがとう。